何？プラチナポイントがもらえます。なんだそのポイントは。始まりました。おはようございます。スプラトゥーン3フェス終わりましたね。終わったということで、翌日ですね、スプラトゥーンをつけました。そして今から、多分ですけど、フェスの結果が出てるんじゃないかなと思います。まだ結果も知らなくて、どうなってかわからないので、よかったら一緒に見ていきましょう。ちなみに、うなちゃんは草チームに投票しました。草チームとして頑張ったのですが、中間発表ではね、確か水のチームが勝ってたんですよ。なんか草と炎が結構、まあ均衡してて、同じぐらいで、まあ水がちょっと一つ抜けてたかなって感じですね。出るかな、結構。あ、来たね。来ました来ました。フェスの結果。出た出た。うわ、草チーム、頑張れ。まず、ホラガイ。あれ、ホラガイってどこが勝ったんだっけ？水か。そう、ホラガイ水だ。で、惜しかったんですよね、草。で、得票率は？得票率さ、水多くね？よく水を戦ったんだけど。あ、ダメだ。てか、俺のチーム 25%。少な、草。うちのチーム少な。少ないから、ホラガイも少ないんだよ。てか、少ないなりによく頑張ったと思う？貢献度は？中間発表負けてんだよね。で、これが、オープンとチャレンジ。頼む！え、終わり？終わり？全部水じゃん。全部水じゃん。どういうこと？待て、待て、待て！おい！おかしいだろ！なんでエイさんがこんな強くなってんの？エイさん？俺がエイさんのチームから抜けた瞬間それじゃん。1個前と2個前エイさんのチームにしてたのに。なんで？こう？草と炎同率2位だけど0ポイントっていう。なにこれ！水強すぎだろ！水強すぎだって！水強すぎだよ！せめて呼び祭りぐらいは勝たしてほしかった。なぜなら、うちのチーム少ないから。まあ、でも少ないなりに頑張ったとは思います。炎チームもね、頑張ったと思います。皆さん頑張ったと思うので、 このエイさんの顔見てください。この嬉しそうな顔見てください。圧勝、僕圧勝しましたみたいな顔。まあ、今回はエイさんを称えてあげましょう。皆さん、拍手をお願いいたします。おめでとう。まあ、でも、楽しかったんじゃないでしょうか、ポケモンフェス。てかさ、水タイプに投票する人も多いんだね、じゃあ、ポケモンは。うん。ポッチャマの影響かな。すげえな、でも。圧勝だよ。すげえよ、エイさん。草葉も炎も頑張った。なぜなら俺も草チーム頑張った。まあ、でもみんな楽しめたならいいんじゃないでしょうか。水確かに強かったしな。だから水とも戦うこと多かったしな。はい。みんなが同じポケモン選んでもうたらポケモン図鑑コンプリートできないって言われてる。確かに。ポケモン来週だもんね。まあ、俺多分買って裏でやるかちょこちょこね。まあ、みんなと生放送してなんか俺のポケモンを見せつけたりもしようかなと思ってます。うわー、悔しいけど楽しかったな。まあ、フェスって感じでしたね。ミステリーゾーンがまだないからさ、スプラ2であったやつ。もう気になるし、あ、ムニエールだ。シャゲもやりたい。シャゲもやりたいです。ありがとうございました。本日は皆さん、動画を視聴いただきありがとうございました。皆さん、ここに映ってる、クラゲたちの皆さん、皆さんは、水に投票してますよね？憎たらしい顔だな。